おはようございます。プレイステーション4版バイオミュータントパート12、12回目。今回はメカフィングロ。このクエストやると。あ、これは嫌な予感がしますね。ちょっと強いかもな。いや、後ろ襟はずるいわ。体力は残り半分だ。やばい。やっやっ、もう慣れたもんで。敵が、あ、あれ、回収回収、なんかあるかな。あ、スクラップだけもらったか。これは遠足ではない、本番だ。バイオエリアとか、なんか放射線エリアとかあるけど、メカスタジアムがこの近くにある。まあ無視でいいかなと思ったり思わなかったり。どうだろうね、まあ、いいアイテムとかもしかしたら眠ってんのかもしれんけど、いかんでもいいですね。ロックされている、ロックされている、ロックされている。ねえ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 、全部ロックされてるかな。最高級の戦利品が7つある。これな、7つか。残りは数手だ。無駄にするなよ。え？あ、これ反対やな、全部。え？もう全然リセットされてへんかったわけな。あれ？なんか罰して戻ったら、リセット、回数リセットされるんじゃないのかな？違うんか。オープン！あ、なんかおるなぁ。おるぞ。なんかいいもん、手に入ったかな？それとも、しょうもないもんか。うまく使っていこう。いずれにせよと。いずれにせようまく使っていいかな。スイッチが合うように一列に並べる必要がある。ちょ、反対や。残りは数手だ。無駄にするなよ。よし、アクチュエーターを初期化してフレームワークを起動するのに十分な電流だ。不安定にさせずにボルトを緩める必要がある。え、あい、あ、なんか微妙にうっすらネジのとこに線が入る。それだ、タグツイスターは緩んでいる。それが掴む手を助ける手に変えることを願おう。この脅威のメカは唯一無二の乗り物、銃まで内蔵して、搭乗中に狙いを定めるには L2。武器を狙いながら押すと発射。今日は何かが起きそうな予感がする。おお、マスターハンド感が出てんな。何もなさそう。これ以上はないのかな。あと2つでもあるよね、最高級のアイテムが。俺の乗り物がこれに変わって、手に変わってしまった。性能
遅いんか早いんかわからんな。あれ、ちょっと待った。下手くそ。生かしましょう。試写会とかちょっとやるべき。よし、やろう。試写会。ドゥーン。どんだけダメージ入るかな。全然入らんかったら、降りて撃った方がええわってなるかもしれんけど。ウィズはタグツイスターが解決してくれると思っていたが、力ずくではどうにもならないようだ。もっと滑らかなものが必要だ。お前の毛並みが美しく滑らかなのは確かだが、グリーススプリンクラーがあれば彼の給油のグリーススプリンクラーを手に入れたらすぐに戻ってくる。どこ？おこっちか。どっから行けばいい？これアンディトランプ、ここかな。ファーストトラベルのポイントの、いやー、綺麗。終点に到達した。ここでチューチューが見つかるはずだ。チューチュー。ティユー、ティユー。失礼しました。おー、ゴムのスクラップがある。ゴムスクラップ。まず一つ。遺産がある。いいね。いいね。これ。見てきた、チューチュー。ティーティー。まさとくんとば。コラボとチューチュー。チューチューはお前といつか会うことになると知っていた。ウィカンとお前はレール、お前はすでにどちらの道を、生涯である一つの線路を、みんなそうだろう。世界は崖に向かってまっすぐ進んでいく着々のように感じられる。着々。お前がそんなに強くアクセルを踏まなければ、世界はもっと長く存続できただろうと言っている。お前はジャグニーに協力すべきではないと思うそうだ。マスクを顔にボトルで固定されそうになったことがあるらしい。ボトル、ボルトじゃん。痛かったしな。だがマスクはキープしたんだそうだ。念のために。だが話が脱線しないように戻そう。こんな辺境で人に会うなんて驚いたそうだ。しかし時には列車を間違えることで正しい駅へ着けることもあるという。見ての通り彼はここで泊まるつもりはなかったが、泊まることでお前に会えてよかったという。なんかいい名前はチューチューというそうだ。賢いな。彼は世界が死に始めた頃から道を見失っていた。だが精神を鍛えることでいかなる状況でも前向きでいられるようになったらしい。ナレーションがうまいこと言って、こうチューチューがすごい技術的に見えた。あらゆる目的、まあ、そんなまま、お前を脱線させるわけにいかない。とよく似ているそうだ。一本気ながら正しいことをやろうとして、もはや影を見つけるのも難しい。そこまで捕らえろ。獲物はいつも狩りに対してそう言う。まさか。それでも私は楽しんでいる。壊れた超ナット、なんかまた何どれどれ。いや、クラッピーサキとかさ、全然、そっちの方行けてへんから、ね。まあ、マップで言うと汚いけど、汚じゃないかもしれん。もしかしたら。あ、例の地球。グローバスの方向を回転させる必要がある。
OK。自動で回転しだしたぞ。まあ俺が回転させたけど最初。大きな功績よ。何事においても第一歩を成功させるっていうのがすごく大きな功績なんですが、あまりあれれれれ上。本当に夜に出歩くのは賢明か。賢明やなんやろこれ。このひどい匂いはなんだ。バイオ災害が近いぞ。バイオプロコンテナ、資源プロテイン、旧世界の保管庫。まだまだ開けられてないよ。これどこに行けてない。操作ボックスのハンドルを操作してワイヤーを接続するんだ。残りは数手だ。無駄にするなよ。これで使えるようになったぞ。何か結構はなんかいろいろ何しどんな地か何でもどれに関してもそうないあまりよくわからんまま進んできてしまってるよね。あれ声が聞こえたんやけど。嫌な予感は全ての終わりを意味するかもしれないし、全ての始まりを意味するかもしれない。ああ普通に捕まえないのか。捕まえれるやつか。まあまあこのスマッシュとチャグトンネルだ。それは永遠に続く。ウィングナッチャグタノ、失礼しました。おこのバイオミュータントをやってて、押した。あ、やばいな、ちょっと処理が。燃えてるな。まあ。何話したっけ？そう。フォールアウトとかさ、この、ガール作るか。バイオミュータントをやってると、フォールアウトをやりたくなるんやけど、もうバイオミュータントじゃ、フォールアウトの4が今まだ途中止まってるよね。で、ちょっとこう、終わらせたくない気持ちが強すぎて、半年ぐらい逆にやってないみたいな。クリアするのは、クリアしたくないよーっていう、この、なんとも言えへん気持ちでね。ただまあ、いつまでもそうしておくわけにもいかんので、バイオミュータントクリアしたら、ホールアウトもスーッとクリアしていって。で、今度はまあ、ホールアウト3とか、ニューベガスとか、古く下がっていってもいいかもしれんね。逆に、つうか。という感じです。言うてフォールアウトもクリア自体はあれは掘り出し物だ。時間かからへんと思う。言ってクリア後の、まあ、自由度高いしね。クリア後も全然遊べる。ちゃ遊べるけど、まあ目標としてはクリアで1本っていうのはまだ本振りにはならないようだ。あるからちょっと複雑なところであるよね。お先か。お、びっくりした。体力は残り半分だ。やべ。気のエネルギーが足りない。やべ、あ、間違えた。元気回復だ。
長弾か。あれか、鎧つけてからか。ここに。回復は欲しいな。替えだけ書いてんや。なんかいたな。これで行こう。今タレットか。ちょっと登ってこれへんの。いや、もらえ。残り半分だ。どう、何ダメ？何ダメをもらった。何かが起きそうな予感がする。なあ、そう、はい、レベルアップして何を鍛えるかっていうと、近接攻撃ダメージ、高所クリティカル、アーマー。筋肉ムキムキだ。ゴリゴリでいくか。ゴリゴリ火力マンとして。ちょっとなんか、マイク。よいしょか。ここも先やな。はい、OK。旧世界の保管庫。見つけられてないんよね。これか。残りは数手だ。無駄にするなよ。どうでしょう。あ、これで、あ、旧世界の保管庫クリアか。はんはんはん。チューチューのとこ戻る。チューチュー。ここからファストトラベルできない。まあ、ダンジョン内みたいな感覚かな。扱い？感覚？扱い。ここまで出てくると多分、いける。そのはず。全然いけへんかったりして、いけた。そうね。チューチューは、お前が来ることは分かっていたという。彼は喜んで予備のグリーススプリンクラーを譲ってくれるそうだ。緊急時に、チューチューはお前、過ぎ去りし、お前ならば有効に使ってくれるはずだと言っている。ここには、それを使う。これでよく見えるはずだ。そんなに獲物はいい。違う。あ、ここは、流し。よし、行こう。これで、グリーススプリンクラーを手に入れる。次、グリーススプリンクラー、どこぞ？しまった。グリーススプリンクラー。これか。
箱をた、チューチューはお前に出会った。お前は変革をもたらした。チューチューは、お前が、世界が、お前が、お前はだ、つまり、ここにある、いいよ、乗せたろ。乗りなよ、ファンク。パパチスマ、チューチューは荷造りして、ゆっくり。ファンク、4人乗せた。乗せる人もしかして、この4人しかおらんの。なんかそんな気してきたな。普通に。ウィース。まあ、これでウィズに話しかけて、今回終了で、次、ワールドインター戦って倒して、どうなんだろう、最後。ちょっと分からへんけど。これで出来上がるわけやな。最高の。なんか、潜水艇感もあるな。オクトポッドの準備が整うまで、マークパフを対処する。彼の給油のブームのパイロスティックがないか、地平線まで目を。何やそれ、パイロスティック見つける。ちょっと、1000メートル先。と思った以上に、戦いまでは時間かかりそうな。ほーん。ほーん。どんどんファストラベルしていこう。じゃあまあ、今回時間いくらなんで、この辺にして、次は、その、何やろう。よくわからん、棒付き爆弾みたいなんで、撮る前のとこやな。スクラスターでお願いします。